三蔵研の上野です。私はルア言語に惚れ込んでずっと使っているんですけど、何年か前に一度発表させてもらったことがあります。で、ここにちょっと書いてますけども、非常にコンパクトなんですけど、C の部品を集めるのにすごく便利ということなんですけど、実はですね、で一番最初に書いてますけど、データ技術言語として作られた。今では JSON がもうよく使われてますけど、もう JSON の代わりに作られたということらしいんです。でそれに何か掛け算とかくっつけた、そういうものだそうです。ブラジルで作られたものです。で、バージョン新しくなって、何かどん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 ですね、言語仕様変わっちゃうんですけど、整数型入れてくれと、ビット演算したいよと、でどんどん変わってるんですけど、実はループにですね、コンティニューがなくって、ああでもないこうでもないって言って、結局ロベルトさんがですね、ゴートゥー文にしちゃったなんでまあちょっと、まあいろいろその開発者の意向がね入っちゃう。まあなんだかんだ言っても、iPhone と Android の両方で動く Apple が最初に許しちゃったということで、使う人は使ってると思います。どんどん皆さん簡単なので使ってほしいと思ってます。で、ちっちゃいので、昔は PSP で買ってアプリ作れた、まあ、これで、まあ、アメリカとかあの辺のオタクな人がですね結構使ってたんですけど、やっぱりですね、これなんかマジコンとかいうなんかやばいものを使わなきゃいけないっていうことで、やっぱりちょっと下火になっちゃったみたいな。まあでもちっちゃいメモリでよく動いて、その辺の人たちには非常に人気があった。で、これホームページに細かいこと書いてますけど、何年か前にワークショップで、ここに写ってるのがロベルトさん、ロベルト教授、大学の先生ですけど、まあ、ツーショット撮ったんですけど、まあ、開発したのはここに書いてあるようにも1990年とかで、私が最初に使い出したのは4なんですけど、結構良くなってきました。まあ、その他に今日話があったようなフィジカルコンピューティングに関しては、マインドストームの上で動いたり、キャノンのデジ画面の上で動いちゃったり、ロボットに組み込んで売られてたり、シスコのルーターの中に入っちゃったり、いろいろ活躍して安心して使っていただける言語なので、皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。皆さんでした。はい。